道場。僕には社内恋愛をしている彼女がいるんですが。ごめん、本当ごめん。もう私なんですっぽかされるのよ。ごめん、本当もう二度としないからさ。すっごく美味しくってムードのいいレストランだって聞いてたから楽しみにしてたのに。OK、 じゃあさ、週末ディズニーシーに行ってその帰りに行こうよね。本当に本当、うん、あ、田中、おー課長、どうしても一人メンツが足らないんだよ。やばいっすよ。まあちょっと急でしたしね。あれ、お前本当は今日やりたくないの？麻雀。いや、そらめちゃくちゃやりたいっすよ。だよね、やりたいよね、麻雀ってのはね。誰がいないっすかね。あ、ん、松下、お前確かできたよな、麻雀。え、あ、そうなの？そうなんだよ、こないだ麻雀の漫画真剣に顔して読んでたんだよ。なんだよユキ、全然そんな話しないじゃん。いや、できなくはないんだけど。あ、大丈夫だよ、そんな遅くまでやんないから。ちょっとだけ付き合えよね、ちょっとだけやりましょうよ、うん、な、たまにはお前カップルで麻雀なんてもいいんじゃないかな。行こう、ちょっと、うん、じゃあちょっとだけ。よーし、決まり。カモがネギショってやってきた。おい、え、何か。いえ、何でもないよ。何でもない、パーが何でもないって言ってたのだろ、お前。じゃあ6時に現地集合な。はい、こうして麻雀をすることになったのですが、僕は知らなかったんです、彼女が麻雀で豹変してしまうことを。でも女性と麻雀するなんて初めてだな。いやいや、僕もですよ。っていうかさ、ユキ本当できんの？うるせえな、おめえの番だろうが。ガタガタ言ってねえで早くパイ切れよ。ろくなもん捨てねえな。結構本格的だな。やめろよ、相手は課長だぞ。うるせえな、会社なんて関係ねえんだよ。客が飛んだ瞬間にな、トンナンシャーペトンナンシャーペ、それ以上でもそれ以下でもねえんだよ。っていうかお前さっさと切れよ、さっさと。はい、どうしよう。はい、5秒前、4、3、2、1、これ、はい、はい、バーン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 。バカじゃねえの、こんな美味しいもの捨てちゃって。いただきまーまー。さらに、はい、リーチ、おい、か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 い。これはどうだ。本当お前使えねえな。早く切れ。はい、死ね。すごい、いくよー、リーチ一発いっちゃうよー。来い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 、よっしゃー、いったー。リーチ一発スナピング、順調、ファンスキリーペーコー、ドラドラッコー。誰ですか、松下さんがカモだなんて言ったのは。すごいな、ユキ。まだまだ、裏ドラ、裏ドラ。来い！来たー！100万昇格！よし！展望よこせ！展望よこせ！ほら、もたもたしてんじゃねえよ。私、展望が大好物でございます。こうして、彼女の連戦連勝が続きました。しかし彼女が勝っているうちは良かったんですが、えい、それ来た、だー、単品ドラドラと俺に風来てんじゃねえのこれ。お前何ぶっこんでんだよ。
から振り込んでばっかじゃねえかお前よ。すいません。空気読めよ。何待ちかぐらいわかんだろ。ドンジャラか。お前一人ドンジャラかなかった。やめなよゆき。お前は噛んでろよ。彼氏気取りか。彼氏だろ。いやまあじゃあお開きにすか。ダメなこと言ってんじゃねえぞこんなメガネチビ。絶対勝ち逃げなんかさせねえからな。はいはい。よし行くぞ。それ以来彼女とトランプすら怖くてしていません。よし今日は鉄まで行くぞ。はい。